渚じゃん、そっち逆。あ、ほら、ここに向かって喋るの。いちいちうるさいな。これでいいのか？聞こえているか？一方的な連絡じゃないんだから、普通に会話してくれていいんだよ、渚ちゃん。通信は操作が面倒だから嫌いだ。カフェで待っている。それならメールでもよかった。わざわざ来てもらってすまないな。そう思ってるんだったら通信で話せばいいのに。操作間違えたとはいえ、いきなり切っちゃうとか失礼にも程があるよ。操作を覚えてないのだから仕方がないだろう。それに面と向かって話した方が記憶に残りやすいんだ。そうですか。ああ、おかげさまで十分に休めた。やろうと思えばこの場にあるもの片っ端から両断できそうだ。一応言っておくけど、やっちゃダメだよ。ああ、分かっている。こんなところで無駄な体力を使ったりはしない。そうだね、もうそれでいいよ。次の目的地の話なんだが、実はまだ決まっていない。正直に言うと、渚ちゃんにも僕にも大体の場所しかわからないから、しらみつぶしに探していくしかないんだよね。探すだけでなく、襲ってくる原生生物の相手もしなければならないからな。欠片の影響で突然変異しているとなお厄介だ。足で探していくしかないか。やはりそういう結論になるな。逆に突然変異が頻発している場所を特定できれば、その辺りにありそうなんだけど、僕らにそういうコネはなかったからね。通信みたいだぞ。私には構わなくていい。出てくれ。ああ、カフェでくつろいでるってことは、エミリアと離れて暇してるってことだよな。まあ、確かに今のところ、とっかかりもないし、暇だよね。護衛だってずっとはしなくていいって言ったし。現状だと私たちがあなたの依頼を手伝って、ついでに欠片を探した方が効率がいいぐらいだろうからな。一つガーディアンズから依頼が飛び込んできやがったんだ。お前さん、引き受けてやっちゃくれねえか。ガルム社の私有地内へガーディアンズが立ち入っての調査をするんだと。何でも原生生物の突然変異がかなり起こってるらしいぜ。ミアの嬢ちゃんが出てくるみたいでな。お前さんが言った方がやりやすいだろう。人数的にきついってんなら、あと一人ぐらい連れてっても構わないぞ。原生生物との戦闘もあるだろうしな。まあ、詳細は現地で話すって連絡来てるし、すまんが、ちゃちゃっと頼むぜ、英雄さんよ。私、戦闘能力には自信があるぞ。本気ならば、あなたにも勝ってみせる自信がある。
渚ちゃん自己アピール早っ。それ少なくとも護衛を依頼した人が言うセリフじゃないよね。そもそもあなたは私の護衛なのだから、つかず離れずでないといけないのではと思うのだが。護衛の依頼は気にしなくていいって言ったくせに。忘れっぽい人ってこういう時都合よく喋れて便利だね。いや、しかし噂をすればってやつだ。確定とは言えないけど、残りのかけらの数を考えると当たりの可能性は極めて高いと思うよ。もちろんあなたの邪魔はしない。だから連れて行ってくれないだろうか。あ、そうだった。あなたは私の護衛だからな。私の行くところには必ずついてきてくれるし、私もあなたについていかなければ護衛のしようがないものな。うんうん、やれやれ、素直じゃない受け答えだね。だけど僕そういうの好きだよ。どうしたんだ？私に何か用か？私の名字、そんなものを聞いてどうするんだ？ああ、なるほど。依頼主の登録情報として必要なのか。だがすまない、その質問には答えられない。別に秘密というわけじゃない。何を隠そう、私が自分の名字を覚えていないからだ。絶対に威張るところじゃないからね、そこを。ああ、僕を頼りにしてもらっても無理だよ。渚ちゃん、会った時から忘れてたし。うるさい。昔は覚えていたんだ。エミリアはエミリア・パーシバルだろ。私もそれに準じた形の、いや違ったか、なぎさなんとかかんとかというつなぎだったような気がする。まあ思い出せないしどうでもいいか。もし名字がないと困るというのなら適当につけてもらって構わないぞ。そうだな、いっそのことあなたと同じものになってもいい。どうしてお前のある？自覚なしにこういうこと言うから、渚ちゃんと一緒にいると飽きないんだよね。何の話だ？ん？今は知らなくていいよ。渚ちゃんがいろいろ学んでから今のを思い出してくれた方が面白そうだ。ああ、そういえばお礼を言い忘れてたよ。ありがとう、カムハーンを倒してくれて。倒されたってのを聞いただけで胸がスーッとしたよ。本当ありがとう。聞きそびれていたが、そのカムハーンというのは何者だ？旧文明時代の独裁者だよ。渚ちゃんに分かりやすく言うなら一番悪いやつってところかな。一番と言われても分かりにくいな。お前の何倍ぐらい悪いやつなんだ？多分僕にどれだけ乗算してもカムハーンは表現できないと思うよ。君ならよくわかるだろう。でもあいつと戦ってよく無事だったよね。自分の体じゃなかったみたいだし、あんまり力が出せなかったのかな。
どまでに強かったのか。言わずもがな、あれこそまさに人知を超えた強さだったよ。そうじゃなきゃ独裁者にはなれない。力に、頭脳に、思考に、知識にとすごかったけど、あいつは何より存在そのものが強かった。会った瞬間、勝てないって思う強さだ。でも、あなたたちはその相手に勝ったのだろ？まあ、そりゃそうなんだけどね。亜空間内での超長期間にわたる闘竜がたたって、ちょっとおかしくなっちゃったのかもよ。どのくらい強かったかってのは、そうだな、これも渚ちゃんに分かりやすく言うと、あいつ空飛んでたよ。空をだと？人って空を飛べるものだったか。だから人知を超えてるって言ったじゃん。空飛ぶだけじゃないよ、一人で千人を倒したり、大地殴って地震を起こしたりもしてたな。その他にも武勇伝だけはいっぱい。ほんとやることなすこと科学者泣かせの無茶苦茶なやつだったよ。それはすごいな。一度相まみえてみたかった。まあそりゃ無理だね、もう君たちが倒しちゃったんだし。空を飛び、短期で線を打ち砕く男を相手に勝利をつかみ取ったのだな、あなたは。そうそう、ほんとすごいよね。もしかして君たちも空飛べたりするんじゃない？なるほど、私と一度戦った時は手加減していてくれたのだな。さすが英雄と呼ばれるものは違う。私もあなたと釣り合いが取れるよう、もっと自身を磨かなければ。いやー、信じちゃった信じちゃった。どのくらいで気づくかなって思ってたら、最後まで気づかなかったよ、渚ちゃん。あ、まさか君まで信じてないよね。さすがのカムハンでも空は飛ばないし、千人と一人で戦ったことはないよ。ただし、あいつならそれぐらいやりかねないって思えるほどの力を持ってたってのは本当のことさ。だから君への感謝も本心から。不始末を押し付けちゃってすまなかったね。僕らの文明の怨念を倒してくれてありがとう。エミリアは外部の研究協力で執行か。ユートも村に帰ったことで随分リトルウィングも静かになった感じがするな。亜空間事件の真っ最中は次から次へと人が増えて賑やかだったものだ。人の出入りが少なくなったのは落ち着いてきたという証拠なのだろうが、少しばかり寂しいものもある。子供の持つ活気というのは自然と大人も元気づけるものだからな。いや、エミリアやユーと子供と呼ぶのはもう失礼に当たるか。あの子たちはすでに自分のやるべきことを見つけている。半年前まではあれほど危うかったのにな。いやはや子供の成長とは早いものだ。だからこそ見守っていくのが楽しい。
行こう。失礼、ちょっと書類を読むのに没頭していた。これか？ガーディアンズの要項だ。かつてのチキに誘われてな。書類だけでもと無理やり渡されてしまった。だがまあ今ならば戻ってもいいような気がする。リトルウィングに高校の憂いはないからな。もともとエミリアを追いかけての入社だ。彼女の居場所を見届けた今ならかつての不義理を取り戻すという選択肢もある。ああ勘違いしないでくれ。今すぐに同行という話ではない。まだ当分はリトルウィングにいるつもりだ。ただ第2第3のエミリアのような存在を今度こそ守ってやりたいと考えたりもする。それだけの話なんだ。しかしこの制服着用義務というのはいささか抵抗がある条件だな。かつてガーディアンズにいた頃は護衛用の制服を着ていたはずなんだがリトルウィング流に慣れすぎたか。このお嬢さん、どうしてそんなに緊張してるの？私か？そんなに緊張しているつもりはないんだが、どこかおかしかっただろうか。お姉さんにはバレバレよ。重心を低く保ってて、どこから敵さんが来ても対応できるようにって考えてる感じ。大丈夫、誰も襲ってきたりはしないよ。ほら肩の力も抜いてリラックスリラックス。ずいぶん凝ってるわね。そうなのか？でもこの凝り方はちょっと。なぜ全身を見渡す？何か変なところでもあるのか？ふむふむ、なるほど。あなた、その服の胸元とかちょっときついんじゃないかしら？なんでわかる？そういう目を鍛えてるからよ。しかし、これは逸材ね。素晴らしいわ。何の話だ？お嬢さんにはちょっと早い話。それまではよく食べてよく運動してよく寝てもっと成長しておいてね。何だというのだ一体。決まってるじゃん、渚ちゃん可愛いねって話だよ。ちょっとこっちに来てもらえる？そう、そこで回って背中向けて。はい、次はこっち向いて。違う感じがするわね。あ、ごめんなさい。今のは新しいデザインのイメージだし。なんだか最近ちょっとスランプでね。亜空間事件の時は人の出入りが激しくていろいろなスタイルを見られたからいい刺激になったんだけど。そこのあなた、ちょっといい？
私か？どうしてそんなジロジロと見る？おかしなところがあるのなら言ってほしい。いえ、そういうわけじゃなくて。ああ、動かないで。あなた、ちょっとその場でくるっと一回転してみて。こうか？はい、後ろ向いて両手上げる。背筋はピンと伸ばして。よし、もう一回こっち向いて。なるほど、正面からこう見えるのなら、あとはインナーでフォローできれば。ちょっと暴れないでちょうだい。何をしてるんだあなたは。全体のバランス確認。ならなぜそうめくる。うるさいわね。見られて減るものでもないんだからじっとしてなさい。いいわ、素晴らしいわ。ヘアカラーやヘアスタイルに合わせたコーディネートという方向性でいけるかも。こうしちゃいられないわ。今浮かんだイメージを早急にまとめないと。なんだというのだ。あ、いたのか。勢いに押されて周りが全く見えてなかった。だがあんなことをされたのは生涯で初めてだ。しかも有無を言わさずに。世の中とは怖いものだ。よっ、エミリアどうした？って研究施設に顔を出しているんだったな。しかし変わったもんだな、本当に。科学系の雑誌にはちんぷんかんぷんな話と一緒にエミリアが載っていたりしやがるしよ。それまで極潰しで何もできなかったエミリアが今やそこらの学者様と肩を並べる立場だ。ほんと、子供ってのは成長が早いから困るぜ。いつかうちからも飛び出ていっちまいそうなのがちょっと気がかりだけどな。エミリア、お前研究施設に行ってるんじゃなかったのか。着替え取りに帰ってきただけよ。おっさん、なんでそんな慌ててんの。うるせえ、連絡もなしに戻ってくるからだろうが。なんでよ、ここは私の家なんだからいつ帰ってきたっていいでしょ。もう、いっぱしの女の子に休憩なしで理論構築させるなんて、しずるほんとデリカシーとかかけすぎ。エミリア、すぐ出るのか。そうだね、基礎理論しか固まってないし、すぐに戻らないと怒られちゃう。そうか、ちゃんと飯食えよ。え？おう、うん。てか、どうしたの？なんか悪いものでも食べたの？うるせえよ。ほら、さっさと一枚。何よ、心配してあげたのに。言われなくても行くよーだ。じゃあね。あ、おっさん。あたしいない間も、ちゃんと掃除しておいてよ。帰ってくる場所がゴミ屋敷とか嫌だからね。
ここが私の家か。あのバカ娘が随分と自然に言うようになりやがって。